モジュア。皆さんこんにちは、フランスナント在住ののりです。こんな感じでね、ビデオ撮るのすごい久しぶりですね。今日はね、皆さんにご報告があってこうやってね、ビデオを撮っているんですが、なんと私がね、今月の10月の末に一人でね、日本に行くんですけれども、それね、なんでかっていうと、実はね、このね、YouTube でもね、たびたびお話ししているんですけど、私ね、ボイシーっていうで音声メディアの方でも活動をしていまして、でね、そのボイシーでは本当ね、いろんなパーソナリティさんがいて、経済とかキャリアとか、まあ、それから子育てとか暮らしとか、いろんなジャンルのパーソナリティさんがそれぞれチャンネルを持って日々いろんなお話をねされているんですけど、そこでね、私チャンネルを持って活動していまして、でね、そこではフランスから日々の生活や家族の在り方についてこういろいろね発信をしているんですけれども、おかげさまでね、そちらのチャンネルが今ね、フォロワーさんが1万3000人ぐらいいらっしゃるんですけど、なんと今月末にね、ボイシーフェスっていうのがありまして、そのね、ボイシーフェスに参加することになりました。あのボイシーではね、もう前々からお話はしてたんですけど、 YouTube の方ではね、あんまりお知らせしてなかったので、こうやってね、ビデオを作って皆さんにね、お知らせしたいと思いました。で、このね、ボイシーで活動されてるパーソナリティーさん、本当にね、たくさんいらっしゃって、多分3000とか、ちょっと詳しいね、数字わかんないんで、今ちょっとここに出しておきますけど、そう、まあ、日々ね、増えていってるんですけど、そう。で、今年は79人のパーソナリティーが選ばれて、このね、ボイシーフェスっていうのを開催するんですよ。で、このね、ボイシーフェスっていうのが何ぞやっていうことなんですけど、いわゆる、声の祭典というふうにね、ボイシーさんは紹介しているんですけど、みんなほら、夏とかになるとさ、なんとかフェスとかさ、まあ、いろんな音楽祭あるじゃないですか。ああいうのって、いろんなミュージシャン、アーティストさんたちが集まって、そこでフェスが行われて、そこにたくさんの来場者があって、この2日間だったり3日間盛り上げてみたいなのがあるじゃないですか。それが、まあ、ボイシーでも同じことがあって、10月末の25、26、27の3日間、いろんなパーソナリティさんが集まって、特別にいろんな方とのコラボレーションが組まれて、いわゆる声のお祭りになる3日間っていうのがあるんですよ。でね、このボイシーフェスっていうのは、もう今年で3回目とかなんですけど、今年のね、ボイシーフェスのコンセプトとしては、聞くから変わる人生がある、1万人に届ける本気の人生相談っていうテーマで、この3日間お送りするんですね。で、このね、ボイシーフェスの詳しいね、情報は、この放送の概要欄に貼っておくので、ね、ぜひ、興味ある方はね、見ていただきたいんですけど、今年のね、ボイシーフェスのスローガンをね、ちょっと読ませていただきますね。生まれてからずっと人は声を聞いて生きている。家族、友人、恋人、先生、同僚、好きな配信者、出会ってきた人々やこれから出会う人々の、そんな誰かの一声一声が人生の一部になって、ちょっとずつ背中を押してくれる。今年のボイシーフェスは、パーソナリティたちが一世一代の相談をぶつける人生の分岐点になる。ここでしか聞けない生の本気の問いが、その人の人生を動かリスナーをも動かす衝動になる。一つ一つの本音の声を聞いた時、聞こえてくるのはあなたの人生かもしれない。今何かを変えたいと思う全ての人へ、人生最大の聞くをさあ一緒に、っていうのがね、今年のボイシーフェスのスローガンなんですけど、このね、ホームページをね、こうバーって見ていくと、今回ね、出演するパーソナリティさんがこう一話でバーって出てくるんですけど、あの皆さんね、ご存知の方もういっぱいいらっしゃって、こんなにね、著名で素晴らしい方々のうちの一人として、私もね、このボイシーフェスにね、参加するんですね。ねえ、まさか、ね、ボイシーを始めたのが、ここのね、YouTube でお知らせしましたよね。2022年の、そう、2月ぐらいだったから、そう、今、1年半ぐらい前ですかね、に、そう、ボイシーを始めますっていうお知らせをしまして、そう、でね、コツ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 とやってきて、そう、で、今年のボイシーフェスに、そう、招待していただいて、そう、出ることになって、よし、日本に出張で行けると思って、そう、ということで、一人でね、日本に行くんですね。もちろんね、このボイシーフェスに参加するだけじゃなくて、ボイシーで普段聞いてくれてるね、リスナーさんとこう深いしたりだとかね、あともちろん家族に会ったりだとか、仲のいいお友達に会ったりとか、そういう感じでね、日本の秋のね、すごいいい季節を楽しみたいなと思っております。
そう、日本にね行くのは10月末からなんですけど、その時に合わせてね、もしかしたら日本からね YouTube ライブをしたりするかもしれませんのでね、よかったら皆さん参加してください。あ、で最後にね、このボイシーフェスの参加方法なんですけど、それもねこちらの放送の概要欄に貼っておきますので、チケットを購入してそのね3日間の放送が聞けるようになります。で、私が登場するのは10月の27日の金曜日の夕方の5時20分からマーチさんという方とね対談させていただきますので、もしねご興味ある方はねぜひチケットを購入いただいて対談をね聞きに来ていただけたらと思います。もちろんね私のだけじゃなくてね他のいろんな方の貴重なコラボ対談が聞けますので、ぜひね皆さんも一緒にこのボイシーフェスをね盛り上げていけたらとっても嬉しいです。はい、ということでね今日の放送は以上になりますが、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次回の YouTube でお会いしましょう。アビアントー。